よし、お菓子たくさん買うぞー。え、うわ、なんだ、え、なんだこれ。あ、この声はタック？誰か助けてよ。これから君たちには24時間生活してもらうっす。目隠しした状態で1人10個まで買っていいっす。触ったら絶対に購入っす。みんな頑張るっすよ。ということで10個買えばいいんだよね。そうっすよ。何も見えない。おい、これカメラ、カメラ、これカメラ。はい、はい、何ですか。先生、なんで私だけ目隠しじゃないんですかこれ。目隠しだよ、目隠し。え、あ、ほんまや。ヘアバンドだ。数が足りなかった、ね。見えてたら困るんだよ。マジで何も見えないね。ちょっと気をつけてね。オッケー。あ、棚だ。お、棚でしょ、多分ここ。ご飯はね、だいぶ重要なんで。あ、もうこれいきます。お、お、お、これお、なんだ。はい、え、箱物。これ魚肉ソーセージとかじゃない、多分。なるほど。うん、魚肉ソーセージってことはね、まあこれはこのままでも美味しいんですよ。だからこれはもう一品一旦。もう始まってるよ。嘘。24時間生活しなきゃいけないから、うん、お腹にたまるものと、あと飲み物は絶対必要だよね。じゃあまずコーラ取りに行こう。コーラ取りに行こう。日が暮れるよ。マー君、目隠ししてないのに見つかった今。あー、ほんとに見えない。大丈夫。あー、オッケーオッケーオッケー。これがあるとだけ心強いね。でも突然何が訪れるかわからないからね。あ、なかった、なかった、なかった。あー、やばい霊気を感じます。どこ言いますか。うん、あー、僕は今、あー、分かってる。あー、逆になっちゃった。あー、止まって止まって、逆になっちゃった。痛い痛い痛い。これじゃ、これ。あー、それはこれだ。まあ、商品じゃない。飲み物らへんにいるんじゃないかなと。ほう、リンゴジュース、これ。絶対違う形なんだこれ。これ私が好きな、もしや。そうっすね、多分ね、好きなやつ。そうだよね、うん、たこ焼きに入れても美味しい。ああ、そう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 。ピザにかけたらさらに美味しい。うん、そうそうそう。ハンバーガーにも入ってる。そう、ハンバーガー作ろう。ほうほうほう。それじゃあね、こっちの棚は行ったんで、多分おそらく反対側にも棚があるんですよ。そっちに行きたいと思います。怖い、マジで何も見えないから。あ、え、今もう触れた？触れたね。これ触れちゃった。これなんだろうこれ。え、え、これ粉じゃね？あ、粉のポカリセットじゃない？もしかして。いや、いいですよ。まあでも飲み物としてね、取っときましょう。でもこのままだと粉なんで飲めないんで、水欲しいですね。うん。狙うはコーラです。うん、コーラといっても大きいやつ。あ、大きいやつか。はい、多分上の方よりこういうちょっと下の段とかにあると思うねんな。だから下の段に取りに行きます。よー。ちょっと怖いから。あ、なんか慎重にね。そろりそろり。いや、決めた、これだ。おい、これ、これ。いや、ちょっと待って、なんか短い。いや、これ多分コーラじゃないな。いや、でも触ったら買わなきゃいけないから。まず1個目、ハンバーガーの具材を買う。これ、これね。はいはい、これカゴですよ。ほう、これ多分この形、この形、あの野菜区切るやつ。つまりこの辺にあるんだ。いや、これ中山さった、中山さった。硬い。これはなんだ。これどうなってる。これ誰が1個だ。これか、こうか、こうだ。はいはい、これで1個か。それ2個で1個です。2個で1個。2個で1個。はい、2個で1個です。2個で1個、はい。なんかでも野菜ってあんまこういうパックに入っ、果物か。フルーツとチーズ合うだろう。2個目。え、なんか広くね、ここ。王さんのギャグやる前の読み動作の真似。わかる。あ、どこ行った。あ、もうちょい左かな。もうちょい左。うん、あ、オッケー。あった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 、あった。はい、そのまま左行こう。おい、いいの。なんで、なんかあったよね。いいのそれ。いや、行こう。行こう。え、触れた今。触れましたね。これわかったぞ、これ。重たいでしょ。ちょっと聞いていい。うん。何キロこれ。5キロ。5キロ。1ヶ月分じゃねえかよ。でも今んとこ粉ポカリと魚肉ソーセージだから、これとはいまいち合わないのよ。飲み物買ったから、お菓子を買います。お菓子。あー、怖い。ラムネを狙いたい。え、ここ道でしょ。道だけど、なんである。でもこの感じ多分お菓子やんな。で、ここら辺が多分お菓子だから、うん、ラムネ多分ね、うん、下の方にはないんよ。だってラムネって大人気商品だから。ここだ。お、感触的には、いや違う、何か連なっている。これ何これ、どこまで続くの。ラムネ、ラムネで、
しこれで買えたからご飯ちょっといきますね。もう一個ぐらいなんか野菜っぽいものがあってもいいと思うので、多分ここがフルーツってことはこの辺に野菜があるんよ。ちょっとさ、はい、言ってよ言っていいのかそれは。まっすぐ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 右右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 右はいストップまっすぐまっすぐまっすぐはいストップはい、はい、左左あー止まってうそうそはい、そこにあ、もうちょっと右側に行くと多分野菜がたくさんあります。本当ハンバーガーといったらこれだ。あーちょっと待ってこれえ、マー君それ何食べてるの。え、これネギですよ、ネギって言ってマー君がネギだと思って食べてたものだ、絶対に。そうですね微妙だぞ、これはちょっと違うものを考えよう。皆さん聞いてください、このゴーって音聞こえるじゃないですか、うん、アイスか飲料なんですよ。棚越しにこう進んでこう、うわ冷た。これ俺危ない気がする、これ多分溶けるやつだなあ、なんかある。あ、ここちょっと待って、気持ち涼しめ。冷凍食品とかじゃない、この冷たさは。もしかしたらヨーグルトとかかもしれない、飲むヨーグルト系の。じゃあ行こう、もうバッて手出すわ。はいはい。あ、え、シートがね、かかってるんで。あ、シートなのこれ、うん、これそれ、あ、これペットボトルじゃん。ちょっと見せてください。はい、なるほど。なんだこの形はね、ジュースとかであんま見ないお茶かもしんない。これじゃ溶けないんだよ、あれが、粉ポカリが。まあいっか、他の子進もう。多分この辺めっちゃ広々としてるからご飯系な気がする、うん、お米欲しい。どこまでこれ道は続いてるの。全然大丈夫、全然大丈夫。え、何か触れた、うん、大丈夫、それは肉だ。この辺行きますわ。上の方何してる今これ。私浮かせてるね、腕を。あ、下げれるか。そうそうそう。あー、おーこれ、おー、あ、お味噌汁だ、やったー。これであとお米を手に入れればめっちゃバッチリやんな。お味噌汁がここにあるってことは隣かにあるんだよね、きっと。この辺がね、多分お米なのよ。棚だな、下か、これだ。お、え、待って、なんかサラサラやってる。お米ではないことが発覚したわ。お味噌汁かな、粉の。じゃあこの辺が米。え、待って、なんか触っちゃった。ねえ、ちょっとでか、え、箱があるんじゃね、この辺。ちょっと場所ちょっと変えます。ちょっとね、大きく移動してきました。この辺が何かあるかは分かんないんだけど、チーズとニラでもうたこ焼きでいいじゃん。ということで、粉が欲しいというか、たこ焼きの具材が何でもいい。この辺は何だ。お、お、伝えば。いや、ちょっと触りそうだった。あ、危ねえ。調味料かな。調味料だったらソースが欲しい。わかんねえ。あ、もうこれ、あ、ない。なんだこれ。これ、物ですか。物です。これは物ですか、はい、うわ、なんだこれ。なんかこの四角い箱覚えあるな。だいたいなんかパスタのソースとかのやつ。いや、でもめちゃくちゃたこ焼きに合いそう。たこ焼きのソースゲット。よし、はい、お、多分この辺、今棚に触れた反対側にはきっと粉物があるはず。あ、これこれ、お、なんだこれ。たこ焼きにしたら小さい気がするでも、はい、たこ焼きができそうな気がする。粉ゲットしました。5つ目、これだけだと混ぜても粉だけなんで、牛乳とかお水とかが欲しいですね。ちょっとちょっと、え、レジがあるレジですか。これはレジです。ここで、これ、こっち、あ、助けて、助けて。じゃあ、終了ということで。だめ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 。もしかして頼むの、これはレジ袋です。あれ、あれ、レジ袋。もうそろそろ棚、あれ、で、棚じゃん。これも棚、ここシート、シートか。あ、え、これ商品、これ商品ですね。うわー、触っちゃった。これ何、これ、詰め替え用のシャンプーとかじゃないのゲットしたいと思います。なんだろう、本当に分かんない、これに関しては。この辺めっちゃ寒いじゃん。寒いゾーンは抜け出します。寒いかも。ん、いや待て、寒くない。どこだ、待って、トキちゃんの声めっちゃ聞こえる。ニコニコリンク、トキちゃんです。どこ、トキちゃんどこ、すごい。あーあーあー、なにこれ、トック、これ7個目じゃん。あー、これ多分たっくんだ。私はお買い上げできません。お買い上げするわ。じゃあやめてください。たっくんのせいで7個目が決まっちゃったよ。あ、マジで。そういう時もあるぜ。じゃあね、いなくなった。なんかありそうだね。え、こっちか。なんだこれ。なんだこれは。あー、これはすごい。ビー玉ビー玉売らんな。この辺なんだろう、寒くないよね、本当に。このまままっすぐ行きます。おなに、うん、ここどこ。ここね、深くね、あるんだけど、な
ったちょっと待ってちょっと待って全部このゾーンなんだけどちょっとまっすぐ行くわじゃあまっすぐ行こう、うん、よしなんやかんやっておそらく飲み物コーナーであろう冷たい感じのところに行きました水かき待ってここさあれだペットボトルだ牛乳ないじゃんむしろさチーズ買ったところだまあでも24時間生活するのと、うん、飲み物は1本くらいあってもいいんじゃないですかね天才だまあ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 じゃあね飲み物はねリンゴジュースが欲しいあこれあなんだこれ多分ねでも分かるよこれいやペットボトルのね形結構分かんない水野菜だじゃない水野菜だ違うへこんでないんだここがなんだこれ なんだ何の何を何を聞いてるのなんか分かるかな言ってくれないかなこんなに何だよそうあなんだなんだどうしたデカビタかデカビタ6個目デカビタをゲットしましたちなみにデカビタ大好きですもう余裕になってきたもうこんぐらいで歩けるよ棚沿いに進むえ何これは違うね違うねなんかあるんじゃないこの下にお何これめっちゃ 大きくないもうこの近場で探しちゃうこれ商品商品ですねあ、近い何これうわ本当に分かんない食べれるもんだったらいいなそうねあ、ぶつかったんこれは違うよね違うねちょっと横ずれますね、うん、ここも違う違うねあ、あ、何これあ、ちょっと待って待って、なんだこれはちょっとでかいでもなんかちょっといい香りするかもフルーツっぽそうしかも4個ぐらいあるわこれ24時間生活だいぶ助かるんじゃないですかねこの子に飲み物のところねずーっと通ってきて端っこだと思うんだけど多分お魚があるのよでなんでここに来たかっていうとたこ焼きの主役は何だいとにイカかなあーじゃあイカにしてやるイカ買ってやるよタコですねタコたこ焼きやもんタコを感じてる今タコを感じてるこれタコだあれだいあれあタコ待って大きさ的にタコじゃないなんだこれなるほどタコだ確かに色はタコかな、うん、色結構慣れてきましたこのスーパーもあなんだこれあーなんか食べ物だこれこれ8個目ですね8個目マジで、はい、もうねわかんのこれ左の棚の方が右より近いんで今伸ばしますよはいはいこれおこれこれはちょっと当ててみようマジでわかったかもしれないこれ大玉のチョコボール教えませんな最後の1個めっちゃ重要だからちょっと待って待ってなんかめっちゃ近い横近いよ近いよちょっともうこれいっちゃうかこんな近いってことは絶対運命だからこれなんか袋だ重くないわかんないけどラスト私の10個目はこれですこっちになんとカップ麺系があるのよ知ってたなるほどそう初めて知りましたでしょ焼きそばがいいこの辺これ絶対違う絶対違う絶対違うねこれ私薄だお米があるから、うん、カレーが欲しいんですよ今だって魚肉ソーセージとかしかないでしょ、うん、ここだおこれだおええここだこれはワンチャンカレーの可能性高いラスト1個お菓子がいいこっち側レジ側にポケモンのオットットがあるのそれが欲しいあ、まっあこれ不用意にあれだよ触るとね触ると買わなきゃいけないからねこの辺のねちょっと低めのところにあるあ私知ってるポケモンとっと箱だったということで24時間生活をする日がやってきましたはいまずはじゃあはーちゃんの朝ごはんから紹介していきます、はい、朝といえばの野菜ジュースはい野菜ジュース、はい、そして朝ごはんにぴったしラフランスラフランス、ね、果物か果物の中でもね、うん、かなり上位です私上位、うん、これで終わりなんだけどちょっと朝のうちから準備したいものがありまして何、うん、でなんだそれ何それ上新粉上新粉って何なんでそんなもの取っちゃったのたこ焼きを作る予定だったのお団子が作れます団子じゃあ団子作ろうよ、うん、そうお団子作る、ねうん、これちょっと時間かかっちゃうから、うん、朝のうちから準備して、まあ、おやつに食べたいなって思います、うん、あ、いいですね、はい、じゃあ続いて僕ですね紅茶の時間うんうんうんということでストレートティーなんですよあ、いいじゃん美味しそうで私ね紅茶が苦手なんですよね飲み物これしかないので今日はテーマ24時間生活ってあると思うんですけど、うん、紅茶と仲良く使用時間でもあるあーで、次、お餅ですわーえ、朝っぽ、うん、バカデカ餅取っちゃってうん、うん、あ、でも前回の24時間の時はさ一応そういうルールだったよねパスタ7人前食べてうんこれだけじゃないおもう調味料ありって言ってた、うん、それさ、やったら最高っていうの
これ焼き海苔。え、お餅とぴったり。そうだ、これに巻いて醤油つけて、あー美味しい美味しい。でも焼き海苔もさ、30枚って書いてあるよ。めっちゃ入ってる。海苔欲しい。確かにあげるよ。ダメ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 よ。私はこちらポタージュ。お、朝だね。朝だ。いいスープ本当にいい。はい、うん、続いてこちらあれビスケット。おー、ビスケット界で一番好き。はい、よこちらフルーツグープフルーツですね。いいね、グープフルーツ。はい、準備していきましょう。はい、お餅焼いていきたいと思います。あれ、この企画全部食べる許してほしい。さすがに1キロはね、うちの実家のね、1週間分ぐらい。視聴者のこの度は24時間目隠し生活で目隠ししていたにもかかわらず1キロの米を取ってしまって誠にすみませんでした。許す。やった。お許しが出た。お許しが出た。やった。あ、焦げてる。うわー、もう正月じゃんこれ、うん、はい、ということで準備できました。お餅美味しそうだなって思ってさ、パッて見たらさ、なんかとんでもない何それ。すごいね。ポタージュに関してはマジで給食の量でも、これを乗り越えれば大丈夫。あー、なるほどね。確かにね。いただきまーす。いただきまーす。これ磯辺餅って言うんでしたっけこれ。うん、いやちょっと仲良しになれるかどうか。あ、でも見た目麦茶やん。いや麦茶と思って飲んだら大変なことになるから、うん、そうだよ。いただきます。あ、いけるわ、意外と。うん、よかったね。めっちゃ飲みやすいんだが、うん、後味、俺がこうやって手差し伸べてるんだけど、うん、後味弾いてくるんだ。その後味がちょっと、うん、朝のうちに全部は食べれないかも。じゃあお昼に回す、うん、回したい。じゃあ朝ごはん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、お昼の時間がやってきました。じゃあまたはーちゃんから明太子。おいしそう。お米があったら最高。確かに、お米食べたい。うん、明太子のお米以外に合うもの、これチーズ。あ、いいよ、明太チーズとか美味しいから、うん、最高だね。で、さっくんがたこ焼きパーティーやった時に、うん、マーくんが生で食べたニラ、うん、マジで良い子は真似しないでなんだよ。そしてコーラ、ペプシ、ペプシで、これにご飯があったら最高なんだけど、以上です、うん、あ、以上なんだ。あ、じゃあ僕いきます。はい、カレー。わー、大好きと思った時にこちら豆腐チゲ。そう、3、4人前あるよ。え、これ1個で。あー、許せない。許せない。1人で。そしてこれやってしまいました。え、何、鶏肉、鶏肉あるわけないだろ。ええー、もう調味料としてこれ使おうかな。さすがにいけるか。調味れる、これ調味れる香り立つスパイスと香味野菜の風味って書いてあるから。あ、じゃあ何かにかければ。もしかしたら、じゃあ、うん、お餅とか。あ、いいじゃん。確かに確かに。これにさ、お米やったら最高じゃない。最高あるよ。マジで。こんな都合よく。はい、ちょっと全部食べる。そうするしかないやん。お米、お餅を許してもらったから。ってことで、これは頑張れるところまで頑張ります。さすがに。やった、私まずこれコーヒー。タリーズじゃん。はい、そしてメンマ。メンマなんだ。あと一番美味しそうなやつ。なんだ、それはいいね。うま塩ナベツ。いや、最高。あー、いいじゃん。ニラ入れたいよ。入れて、いただきます。いただきます。よし。すごい量。お米をなるべく使わなきゃいけないからこうなってしまったけど。え、40代の男性の夜食じゃん。なんかね、あんなにあったのにね、うん、すごいなこれ。すごいなそれ。麺全部食べちゃった後の醤油ラーメンだよこれ。メンマだけだからね。え、これでもめっちゃうまいよ。これさ、スンドゥブおじや。ああ、これでお米どのくらい使ったの。確かに 2.5 ぐらい。え、全然違う。で、5キロあるんでしょ。そうだよ、まだまだだったよ、ちなみに。あー、コーラ美味しい。うわぁ、辛っこれ。え、辛っか。割った、水とかで。割ってない。鍋用だったよね。バカ濃い、辛い。カレーはもう麻痺ってるから、このまま熱々のカレーいったらもう口の中が大火事になっちゃう。でもほら、甘口だからさ。そうだよ、うん、緩和するかもしれない。そうだわ、優しい。うん、え、しかもね、唐揚げ粉入れたのよ、ちょっと。えぇ、ー、入ってんだ。で、若干スパイシーになった。うん、牛乳欲しい。あ、でも仲良くできてるんでしょ、そう、こうちゃんと、うん、仲良くせざるを得ないよね、もう半分ぐらいで。ほんとだ、うん、あ、どうしたの。はい、頑張りました。おー、はい、グレープフルーツ。グレープフルーツ。次はおやつ。
はい、お疲れ様でした。私は朝から仕込んでいたものができました。 お団子。 おやつはこれだけじゃないんです。まさかね、私は奇跡的な引き寄せてしまった赤飯用小豆。小豆ということで、おやつはこれです。おー、和食ですね。いや、言うてね、僕も和ですよ。和、まず一つ目なんだ、ぎんなん。あー、そして甘いのが欲しいですよと。うまんな。あー、以上です。あと海苔とこれは持ち帰り。はい、じゃあまず、あられ。あ、4袋しか入ってない。ああ、じゃあちょうどいいじゃん。はい、で、サプロポテト4袋。最高。びっくりした。カメラワークちょっとなカロリーが気になるなっていうところで、ね、あー、こちら偉いね。最近緑茶。やめろお前。デカ金緑茶です。いただきます。いただきます。おやつだ。銀杏を入りました。お茶とあられって一番合うわ。マジ？いいな、組み合わせ。小豆もちゃんと小豆じゃん。うん、おやつこのまま食べて最後サイドン。パックくんさ、分かった、私が言い間違えてるんじゃなくてポケモンの聞き間違いをするんだよ。ポケモンが頭にあるからだ、俺多分。うん、ついに最後シャワー。はい、残しておきました。よっ、カレー。おいー、カレーと言ったらね、何かをかけなきゃいけないから。うん、私が選んだものは、おかしい。いや、でもなんかちょっと合いそうな気もしなくもない。ちょっと合いそうだよね、うん、と思ってあえて夜ご飯に。なるほどね、残しといたんだ。そうなの。残念だったら分けてやろうか。3キロぐらい。めっちゃあるから分けたいだけや、うん、もう。はい、じゃあこれ以上です。先ほどめちゃくちゃ辛かったので失敗したんだが、今回は失敗しない。赤いスンドゥブ。え、さっきなかった？ちょっと違うやつだね、今回は。うんうん、これしかないので、これにもうこれとお餅を入れて食べたいと思います。お餅？お餅もやっぱ多少食わない。ああ、確かに2個だけだったじゃないでしょ。私はもうこれ1本でやってきました。キャン。カレーだれ。いただきます。いただきます。いただきます。いやー、カレーのめっちゃいい香りがする。うわ、うまい。今回はうまい。うまい。それは安定の美味しさだよね。うん、お腹すいた今回。まあ人によって違うよね。タックンみたいにお餅とお米買っちゃう。うん、ということで、今回の目隠し24時間、私もやってみたいな。タックン、紅茶と仲良くなれてよかったねって思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。ポケモン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒコザルだったので、ポッチャマを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？